皆さんこんにちは。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、また新しいキーボードメーカーのキーボードを紹介していきたいと思います。今回紹介するキーボードはこちらになります。こちらですね、 VXE の ATK-V75 Pro というモデルになります。今回ですね、代理店さんよりレビュー用に送っていただきました。僕もですね、初めて触るメーカーのキーボードなので、どんな感じか非常に楽しみです。それでは行ってみましょう。それでは同梱物見ていきたいと思います。まずは USB ケーブルになります。 Type-C と Type-A のケーブルになります。そしてキーキャップ、キースイッチの交換ツールとサンプルのキースイッチになります。あとはマニュアルと保証書になります。こちら簡単なマニュアルがついてるんですが、中身が全て中国語になっています。まあ、日本語はないにしても、せめて英語があると良かったかなと思います。それでは本体見ていきます。はい、こちらが本体になります。レイアウトはですね、コンパクトで使いやすいテンキーレスの 75% レイアウトになります。この 75% レイアウトは、通常のテンキーレスと言われる 80% レイアウトから使い勝手を極力損ねることなくダウンサイジングしたレイアウトになります。各メーカーはですね、主力モデルには必ずラインナップしているレイアウトになります。ラインナップとしては、この V75 Pro と下位モデルの V75X があります。あとはですね、マグネットスイッチや e スポーツ用の上位モデルもラインナップしています。トップケースがですね、アルミ製なので非常に高級感があります。この金属感がなかなかいい感じだと思います。カラーはですね、2色展開で、ブラックベースにピンクの差し色がアクセントとなっているパンキッシュと、鮮やかなブルーベースのアズールになります。今回はですね、アズールの方を送っていただきました。正面から見た特徴としては、右上に 1.47 インチのミニディスプレイがついています。時間やバッテリー状況、接続のステータスが表示されています。メーカーロゴやオリジナルの画像を表示させることもできます。こちらはファンクションキーとページアップダウンで切り替えることができます。ディスプレイの表示内容の設定は、専用のカスタムソフト ATK Hub を使って行います。この ATK Hub ではキーマップの変更やディスプレイの表示、ライティングパターンの変更もすることができます。背面には Bluetooth、 有線、 2.4GHz ワイヤレスの切り替えスイッチ、 USB ポート、あとは USB レシーバーが格納されています。側面には角度調整用のキックスタンドがついています。 ATK-V75 Pro のスペックはこのようになっています。 PCB のマウントはガスケットマウント構造になります。このガスケットマウント構造は、 PCB がボディに直接固定されないので、打鍵時の振動や反響を極力抑えることができます。またシリコンパッドや吸音フォームなどで打鍵時の底付き音を抑える設計になっています。キースイッチはですね、オリジナルのリニアスイッチがインストールされています。打鍵感はすごく良さそうで、後ほどタイピングも確認してみたいと思います。もちろんホットスワップ対応なので、後から自分好みのスイッチに交換することも可能です。キーキャップの形状はチェリープロファイルで、素材は PBT 樹脂になっています。スペックシートには表記がありませんでしたが、おそらくダブルショット成形なので、これも打鍵感に大きく寄与していると思います。この ATK-V75 Pro は、専用ソフトを使ってキーマップやライティング、あとはミニディスプレイの表示などを変更することができます。ただですね、残念なのは、このソフトは Windows 専用のソフトなので、僕の環境では試すことができませんでした。ブラウザ版もあるんですが、対象機種が限定となっており、この V75 Pro では使うことができませんでした。このあたりはもうちょっと改善してもらえると嬉しいと思います。はい、それでは打鍵感とライティングパターン見ていきたいと思います。今回は VXE のオリジナルのリニアスイッチをインストールしてありますので、そちら参考にしてみてください。
はい、最後に価格の方をチェックしておきたいと思います。購入方法としては公式サイトと Amazon などの通販サイトで購入することができます。価格としては公式サイトで購入すると 89.99 ドルになります。 Amazon では現在品切れとなっていますが、1万3000円程度で購入することができると思います。機能的には最近のトレンド機能などが詰め込まれているので、それでこの価格なのでコスパはいいと言えるんじゃないでしょうか。ぜひ気になる方は購入して打鍵感や使用感を試してみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回は VXE の ATK-V75 Pro を紹介しました。この V75 Pro はアルミニウムのトップケースで質感が非常に高く、ガスケットマウント、PBT キーキャップの効果で打鍵感も非常にグッドです。コスパもいいのでデザインが好みであればおすすめできるキーボードだと思います。ただですね、カスタマイズ用のソフトウェアが Windows 専用であること、あとはブラウザ版も対応機種が限定されていることがちょっと残念でした。この辺が改善されるともっと使い勝手が向上してくるんじゃないかと思います。はい、今回の動画は以上となります。この動画が面白いと思ってくれた方はグッドボタンお願いします。このチャンネルではこういった感じでキーボードやデスク周りのガジェット、あとは Mac や Apple に関する情報も発信しているチャンネルになります。少しでも気になってくれた方はチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。